大人の遊びをしようじゃないか。レブレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、3連休前の週末相場、金曜日、荒れる予感しかしません。どうなるのか、そしてどう対策していくのか、作戦会議行きましょう。アメリカの株式取引、特に現物は大人の足並みです。スタートです。 はい。私のチャンネルではね、どんどん知識武装していきましょうということで、やってきました AI 革命2.0。まあ、AI のこともね、どんな風になっているのかっていうのを、これビデオの方にね、なっておりますので、確認の方よろしくお願いします。右肩上がりの最高ランク、米国株、トップ25。まあ、こちらの方もね、しっかりと知識武装、ね、していきたいところと。ノーベル賞研究から導いた6つの投資先。 ということで、ね、こちらの方もビデオになっておりますと。まあ、その他ね、説明欄にいろいろなね、無料で読めるレポート、ビデオ、 書籍ありますのでね、まあ、こちらの方で、えー、知識武装をどんどんしていってください。ただし、一つだけ、ねえー、注意点があります。それは私、いつきは現物のアメリカの株式の取引しかしません。もう一度言います。現物しかしませんということに、ねえー、なりますので、まあ、そのあたりのことを念頭に入れて、えー、皆さんの投資戦略の役に、ね、立てていただければと思います。 この番組は入金力を労働収入から資産収入へシフトしていくファーストステップというところをね、えー、皆さんに見ていただいております。セカンドステップ、サードステップとありますのでね、まあそちらの方が知りたい方はチャンネル登録していただいてね、日々更新される私の動画、こちらの方を追っかけて見ていただきますと、 セカンドステージ、サードステージっていうのが、ね、見えてきます。一緒に資産形成していきましょう。ソクル19から28のレンジでいいですね。ということで、PCE の、ね、発表がありまして、まあ、その後、プレマーケットの方でドスンと下げたんですけれど、マーケットが開いたらなんでかわかりませんけれど、急上昇を始めました、えー。ただし、じゃあそのまま右肩上がりで上がっていくのかというと、 引けにかけてはね下がっていって、今の時間外取引ではまだ終わってませんけれどもね、下がっているという状態なんで、さあ、金曜日に向けてね、どのようになっていくんでしょうということで、そこは23.14まで掘りましたね、マーケットをスタートしたときよりですね、そして24.28まで上がったと、まあ、ボラは1.14あったので、まあ、かなりね、強いボラがあったんじゃないかなと思います。 東の方のね、チャートで見ますと、上髭はついてるんですけれども、まあしっかりと上昇トレンドを継続してますんでね、このまま上昇して28.75、ここまで登れるのか、それともレイバーデイ明け、これまでのね、マーケットが覆されると、あのマリー的にはありますんで、レイバーデイ明け下がっていくのかというところをね、見ていきたいと。 ただ今ね、19から28のレンジ、まあ、正確には20から28のレンジと思ってます。下振れすると19ドル台に突入するということになってますんで、そのね、下振れしたところを狙っていきたいということになりますんで、今日ね、そこまで下がるのかっていうと下がらないでしょうけれど、レイバーデイ5ですよね、まあ、ここが狙い目になってくるのかなと思います。今のところ、じわじわ上昇しているのかということでね、今週、下値だけ見ますと、20.76、火曜日、 水曜日22.37、木曜日23.14。ということでね、じわじわっとね、底値の方が上がってきてますのでね、金曜日もしっかりと底値上がってくるのが。 それともね、そこ掘る展開に戻るのかですね。まあ、じわっと一瞬上がるんじゃないのかなと思ってますんで、プラス3%上昇したところ 24.、24.57、まあ。このあたりじゃないかなと5、5%上昇するとね、久々の25ドルということになるんですけれども、まあ、ここまでは上がらないのかなと思います。金曜日のマーケットっていうのはね、とりあえず、 マーケットオープンして2、3時間は上昇、そしてその後下落していって、最後の1時間ぐらいで買い戻されて終了という、ね、パターンが多いんですけれど、今週もそのパターンに当てはまっていくのかどうかと。テスラ1.5倍ブル、こちらもね、紆余曲折あるんですけど、なかなか伸びきらないですよね。 値幅的には16.23から16.8ということで、しかもこの16.8っていうのは超強烈にヒゲがついているところなんで、本当この16.8でね、売れるか売れないかっていうところはもう微妙なところだったんじゃないのかなと。そして値、ね、動きの方も57セントしかね、動いてませんので、まあテスラ1.5倍売るにすると、ちょっと物足らないね、動きだったのかなと。 ただし、東の方のね、チャートを見ますと、3営業日連続ね、上髭がついてるということでね、かなり上値が押さえつけられている状態になっていると。これをね、どっかの一瞬でグンと伸びるんでね、このグンと伸びるのが、まあ、テスラ1.5倍ブルのいいところということになりますので、さあ、そのグンと伸びるところまで、しっかりと我慢して売りぶつけていきたいところと。 こちらの方は16.52でフィニッシュしてますんで、3%上昇すれば17ドル、5%上昇すれば17ドル34セントということに、ね、なってきますんで、うん、このあたりぐらいまでね、一気に上昇して、まあ、終わりにはね、下がるとは思うんですけれど、まあ、久々のね、17ドル台突入してほしいかなと思います。保有しておりますテスラ1.5倍ブル、219株、マイナス10%。 トーカさんの46株、こちらはマイナス7.64と、まあ、かなり改善されてきましたね。マネックス証券で保有しているテスラ1.5倍ブル、マイナス0.82ということになってきました。昨日一瞬だけね、プラテンしましたので、ここはね、はい、17ドル台で9株だけ売ってね、そして16.6以下で買い戻すということをね、続けていく。それ以外は、 ま,あまだまだね、ほったらかしということですね。さあ、ラブです。こちらは上値が重たいということで、どうしてもね、5ドル超えてくると強烈に利格されてしまって、4ドル台にね、押し戻されてしまうということがね、続いてます。逆に言うと、今のこのレンジで、 リバランスかけれる方はね幸せだなぁと思います。冷やしの方うの、ね、チャート見ていただいたら分かるようにねはいえ低いところでレンジに入っている、まあ、ただ微妙に、まあ、上昇していってるようにも見えるんですけれど、まあ、リバランスはかけやすいのかなぁということでね、ね私は、えー、保有しておりますラブ高すぎてリバランスかけれないんですけれど、この価格帯5ドル以下で持たれている方っていうのはね意外とリバランスかけやすいんじゃないかと。え5ドル超えたところで利確そしてえ4ドル台に戻れば買いな これができていいいいなというふうに思いますただね、このラブ、じゃあいつ上昇していくんだということなんですけれど、まあ、出来高見ていただいたら分かるんですけれど、平均の出来高を大幅にね、下回っておりますので、この出来高が戻ったときですよね、上昇していく起爆剤に、ね、なるんじゃないのかなと思います。ラブの方はね、下ね見ますと、月曜日4.79、火曜日4.77。 水曜日4.89、木曜日4.92と、このあたりに、ね、なっていると、まあ、徐々に、ね、切り上がっているような気もするんですけれど、うんさあ、金曜日どうなるんでしょうかと、ここが、ね、最低安値の方うが、ね、5ドルをキープしてくれるようになってこないと、ね、なかなか本格的な上昇というのはしんどいかなと。保有しておりますラーブ七百748株マイナス18.09%、マネックス証券マイナス13.8%と。 いうことでね、まあ、レンジね、なかなか抜けきれないなということで、私はこのね、ラムが一番初めに上昇してくれるんじゃないのかなと思っていたんですけれど、今のところ結果は分かりませんけれども、まあ、一番遅そうなね、えー、気がします。 TMF、TM 歴史的な会場ということで、こちらもね、7ドルまだまだね、楽勝で切ってるというところですね。最安値を見ますと、6ドル切っていたというねことがあるんで、高く感じる方もいるかもしれませんけれど、まあそんなにほどね、再建価格が安くなっている時間帯が多いということはないんでね、6ドルでも十分ね、お買い得圏内じゃないかなと思います。さあ、その TMF。 100株保有しております方はマイナス13.09マネックス証券はマイナス9.04長期枠100株マイナス18.54252株マイナス14.65ということになってますんでねまあやっぱりこうやって見たらねラブよりもこちらの商品の方が回復が早いかなと思いますのでまさか 株式が債券に負けてしまうのかということですね。現在保有しております532株。まあ、これを、ね、年末までに1000株にしたいのと、あとは口座を、ね、一般にサーク額に全て分けたいなと。特定口座で持っている方は全売却かけていきたいなと思ってます。 DPST もね、なかなかレンジに入って動かないのかなということで、こちら50ドル切るまで我慢します。FAS ですね、こちらの方も、なかなかね、はい、上がりきらないということで、下がりきらず、上がりきらずというね、まあ、こういう中途半端なところでインしてしまうと、火傷してしまうということがありますので、まあ、FAS はね、51か2、このあたりまでね、下がるまで待ちたいと思います。 日はいきなりね、大きくね、陰線つけておりますけれど、時間外取引ではね、けれど、100ドル回復してきているということがあります。まあ、いつも言っているようにね、この商品90切らないと面白みがないということ、そして86.41、これを下回ってきたときが買い場かなというふうに思います。ただね、資金大量投入は危険ということで、まあ、せいぜい、ね、回してるお金の1割ぐらいを、ね、入れていけばいいだけの商品かなと思います。 アップル1.5倍ブルということでね、とうとうボリンジャーバンドプラス2シグマを超えてきましたねということで、まあ、アップル自体の、ね、最高値の方を更新していけるのかどうか、これは9月12日のアップル発表会、ここの iPhone が発表されると株式が上がるのか、ここはね、あのしっかりと今回は忘れずにね、ライブ放送で見ていきたいなというふうに考えております。 さあ、8月はね、うん、夏枯れ相場ということでね、結果売却できたのが4営業日と、2日21日、23日、30日ということになってしまいましたので、なんと実現損益は、 58ドル46セントと、まあ観測市場ね、えー、最安値をつけてしまったということですけれど、まあその分反動で9月10月一気にね、挽回していきたいと思います。仕込みはしてますからね、3月から8月の 実現損益の累計4451ドル87セントと、さあ最後一発ね、えー、何か大化けするまで持っていて、大化けさせて、年末1万ドルに達成、ねえー、していきたいと思います。今のところ、マネックス証券買い付け可能額が350ドルということになってますんで、とりあえずテスラ1.5倍ぐルですね、今日ちょっと上昇していただいたら、旧株ね、売却の方をして、もう少しね、買い付け可能額っていうのを 増やしておきたちょっとね、テスラもうちょっと売ってもね、いいかなというふうには思うんですけれど、なんでかっていうとね、今日終わると3連休なんですよね。3連休ということならば、レイバーでーけケが後、下がるのか上がるのかでね、これ、賭けになってしまうわけですね。そうすると、まあ、上がっていけばね、今保有している商品たちを売れるということになりますんで、問題なしと。えー、下がった時に買い戻せるのかどうかというところがあって、 まあ今、旧株打ってもね、500ドルぐらいまでしか回復しないでね、1700ドルぐらいは欲しいなと思ってるところなんですけれども、秘密のお金もありますしね、私としては上昇していってくれた方が楽ということがあるんで、旧株だけということなんですけれど、皆さん、 え、金曜日、ポジション整理できる方はね、まあ、しっかりとポジション整理をしておいた方がいいのかなと思います。ドルに戻せるなら少し戻すと。え、そして p c 後の株価の下落しなかったということでね、p c コアデフレーター、こちらの方が出てきましたね。前回が4.1、予想が4.2。 そして出てきたのが4.2という数字だったんですけれど、まあどうでしょう。このデータが出たとき、プレマーケットでは下がったんですけれど、マーケットが開いてからは上がったということになっておりますので、まあ、どういう反応だったのかっていうのはね、私的にはいまいちよくわからない。上がるんだったらがっつり上がってほしい。下がるんだったらがっつり下がってほしい。買うに買えない、売るに売れないというね、蛇の生殺しはやめてほしいなと思います。えー、絶対に負けない取引ということでね、えー、もう 今は私はテスラ1.5倍ぐらこれのねリバランスにね全ね集中していきたいなというふうに考えております。ソクルは19から28のレンジということで下振れした時が19ということになってきますので19ドル台でゲットできればお宝だということを信じてねレイバーで明け子19ドル台に、ね、なるようだったらすかさず購入していきたいと思います。さあ今日は22時からアメリカのマーケットが もちろん開きます。週末、理学組が大量発生するのかどうか皆さん一緒に観測しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。次はライブ放送でお待ちしております。さようなら。